はい、ということでね、今週も始まりました続きはウェブで、先週に引き続き、ほぼほぼ同じ内容かもしれませんがはい、こちらです。はい、トマスバンドこうちゃんです。はい、こちらです。この宣伝です。あと新曲買ってくださいね悲しきプロボーラーね、ぜひ皆さん購入していただければと思います。全国各地の、CD ショップもしくはボーリング場に売っておりますので、ね、よろしくお願いします。ボーリング場でね、リリースすごいボーリング場で、ね、桑田カップっていうね、ボーリング大会もあって参加してきたんですけど、参加してきました、まあ、そりゃそうか、そりゃそうですよね、うん、参加するとちゃんとタオルもらえる、うん、で、スコアが高い方は決勝大会っていうのもあって、それが2月23日、ちょうどこの日に東京のところでやるんですよ。でそれの決勝の最後の決勝大会では桑田さんも参加するんです。え、ご本人が？ご本人。で桑田さんから最後メダルをもらえるかどうかって。ただこの本戦になんと桑田さんの奥さんの原さんが決勝大会に出るという噂もありまして、一般人に混ざって紛れて、原さんとボウリングするって。どうなってんだと思ってただ行けない方はね、こちらのイベント来ていただいて、ぜひね皆さんと一緒に、ね、サザンをとことん楽しんで、もうね皆さんに2枚ずつ23枚ずつ CD を、はい、購入していただいて、そのお金は全部ね桑田さんに行きますので、ね、仙台から桑田さんをもっと応援していきましょうという企画でございます。これ何の人間ですか？いや本当にね、これ初めて見る人は何だと思うよね。そうですね、うん、でも多分来たらびっくりすると思うんです、うん、もう、うん、去年来た人はびっくりしないかなと思うんですけど、そんなことないです。去年来た人も初めて来た人ももう中身は全部変えます。ああ、じゃあやっぱ毎年こう進化していくわけですよね。進化してますね。僕の春木技術、変化する技術が上がるように演奏も多分レベルが上がってるんだと思うんですけど、それと同時に、ね、こう企画力なんかもどんどん上げていければと思いますね。すごいすごい、本当にすごい。はい、というわけで、ね、ぜひ皆さん体感してみてください。これね、来ないと分かんないですよ、うん、びっくりするよ。びっくりしますよ。びっくりしに来てくださいよ。絶対びっくりしますよ、ね、はい、下手な美術館とか展示館よりすごいです。ああ確かにそうだよ。だってもう天井も全部一面だもんね。そうです。トイレもですか？トイレもだ。すごい。でもトイレもそう緊張するよ。大丈夫。あれですよ、東京のハッピーエンドって、まあこの東京の共同企画、東京の駒込にあるハッピーエンドっていうお店があるんですけど、そこのお店なんかはトイレがまああって、入ったらまず桑田さんとポスターがあって目の前にあって、右にあって左にあって上にあって下にはなんですけど、あと手洗い場にもあって、もうとにかく至る所にもう桑田さんだったり、あとライブの T シャツが飾ってあったりとか、そういうところもありますので、負けてられないですね。いやでもそこパクったのそこをこういうやり方もあるんだありますよね。実はね、そこのコカ・コーラはあるんですけど、三ツ矢サイダーっていうのがなくてそこのお店では「やみつザーサイ」って言わないと三ツ矢サイダー出てこないですよ。どういうこと？やみつザーサイの調べって言って、うん、三ツ矢サイダーの CM の曲があるんですけど、その名前で言わないと三ツ矢サイダー出てこないですすごい、さすがやみつザーサイね。海の親というアルバムに、はい、初回限定版に収録されてますので、ぜひ皆様そちらも購入していただければよろしくお願いしますこんなもんでいいですか？はい、いいんじゃないかな。はい、ということで2週にわたってお送りしてまいりました。はい、こうちゃんでございます。まずはこちらね、はい、今年もぜひ皆さん遊びに来てね。ね、ございますはい、それではね、いいイベントになるといいですね。これね、いっぱい人来てみんなで楽しんでいければと思います。はい、ということでトマスバンドこうちゃんでした。ありがとう。ではまた来週。また来週。また来週俺いないから。